セルフいないんか。まあ、いいよ。サントさん。何聞いてたんだ。え、サントさんって前の回じゃなかったっけ。そうだろ。え、サントさん。あら、インポスター。ももさん。うん、ナイスナイスナイス。もういいんですか。いいでしょ、いいでしょ、大丈夫。いるしね、いるしね、一番自分がいればいいのよ、ななこさん。俺さえ乗ってればそれでいいから。そうそうそう。なんてやつだ。てめえ奥にタスクねえのか。いや、あるけど。あるけど、もうサボ入んないならいいかなって。太田さん、今。聞いて誰？ちなみに。バケチン僕だけです。太田さん、今何したんですか？何した？普通にはしご登っただけやけど。え、いや、降りたじゃないですか。え、降りてないで。え、もう、はい、メインホール。いやいやいや、待って。え、メインホールいたじゃん。え、あ、ぐるぐるタスクはやった。あ、ぐるぐるタスクやったのか。なんか、ね、7番ぐらいから行って来てたように見えたから。ああ。まあまあ大丈夫です。なるほど、怪しくない？あとさ、なんで？いや、メイヤさん、今日の服、あんま着替えづらいですか？いや、マジで今日の服は着替えづらすぎた。ちょっと、ああ、そういうこと？難しそうですもんね。うん。めっちゃ長かった。なんで？遅かった。脱ぐのが誰かって、脱ぐのが。おお、すごい、話題に出た3人が。なんで俺疑われたんだよ、今。返事巻き誰？はい。はい、タサコか。俺もか。じゃあ俺しくしか。もうみんな左行ったな。はい、ナイスー。ガミさん人外でしょ。違います。どこ行ったのか、キッチンから石油行って、石油からキッチンに停電が入る前に引き返しました。え、人外だな。メイヤさんがキッチンから追いかけてきたように見えて怖かったんで逃げました。ドタさんも人外です。え、アルマが白っぽい。ガミさん絶対黒猫なんだけど。うわー、きつい。トータスも捕捉されてるやん。これ早いね。早いね。勝ちができねえわ。これトータスさんとイズさんしても僕はかなり白いはずです。ミーティング配線をこの2人に邪魔されたんで今やっておしました。え、トータスってなんでミーティング配線行ってんの？いや、僕の違う、初手のボタンやろ。初手のボタン。初手ボタンでミーティング配線に行ってるのに。右奥へ行ったのを無視してボタンを押したことやろ。そうです。クソボや。クソボは先に2人押してるんですよ。クソボは連鎖するって言ったな。クソボは連鎖する。タチキュン！白っぽさいらんから配線やらせてほしいわ。大丈夫だよ。うわ、くっそがつるぞ。はい、あ、今日やばいね。これナイスボタンだね。いや、これナイボナイボ、うん、ありがとうございます。ナイボナイボ読み合いがあった。25秒のちょうど勝ちが終わった。やばいぞ俺。結構本当に終わってる。やばい、マジで。人外全然焦らなくていいと思います。うん、ゆっくりやんな。辛いわ、きついわ。
ああ、マスク終わんないって言ってたからね、助かる。うん、高田さん、エレキで、エレキで一緒に見てるのがガミさん。はい。いつですか？さんか。ああ、ガシャガシャやってたもん、高田さん。初動です。初動は高田さんが多分ガシャガシャやってる、ずっと。ちなみに停電勝ち合った人誰ですか？はい、私、貨物でサンドス、はい。え、僕じゃないのかな？展望で。いや勝ち合ったと思う人をせーのでいいよ。だって私は伊豆さんが言えない可能性あるから、はい、せーの真ん中。真ん中3人かい。大体せーのの時真ん中だよな。そんなことはない。でも僕あえて下げましたよ。え、なんで？まあ別に よくないですよ。まあまあまあ、それはあの、うん、いいですか、死人出したいんですけど、貨物脇バイタルでダウンロード、エレキで、ガチャガチャやってるっぽい高田さんと、あと畑迫さんが多分メインに上がってきましたよね。はい、を見て、僕は石球でテープタスクです。テープタスク終わって今キッチン石球館ぐらいです。はい、まあ、メインキッチン石球の、あ、ごめんなさい、扉どうなってるか言えます？扉までつけてないです、僕は。石球やっと出たぐらいのところにしか行ってないんで。畑迫って僕のこと見えてる？見えてるけど急に見えたから怖っと思って引き返しちゃった。ああ、僕も急に見えた瞬間畑迫が U ターンしたから怖っつって逃げてた。であるもアーカイブラウンジ方向で、僕がシャワーに戻って、シャワーの真ん中、縦通路の真ん中ぐらい、勝ちタスクに行けてないぐらい。まあエレキに置いてったんだったら白欲しいなっていう。停電した後に奈良子さんと合流して、その後一緒なんて多分奈良子さん無理だと思います。はい、で、貨物側の、バイタルの入り口のとこまでたど、り着いてるので、剣士はこっち側来てない、貨物側に来てないって奈良さんから出せます。うん、じゃあ白招待。アルマの移動経路によるキッチン脇で、左側はもう何もないのでコックピットで勝ちだけやってから、エンジンメイン配線シャワーでゴミ捨て、アーカイブラウンジ。うん、エンジンメイン間ですれ違ってる俺、アルマと扉で。あ、アルマと俺はエンジンからメインに行くタイミングでしょったから、まあメインからエンジンメインシャワーに行ってる。伊豆さんはすれ違ってんの？僕すれ違ってます、アルマ。ドア系のタイミングですれ違ってます。はい、あ、でもそのメインの。俺はそう、アルマ君見てないから。で、容疑者は。まあエリキ行ってないんだよ、僕。白出せる。誰も白出せるな。え、プテさん、マジ？俺だってイサンキッチンにいたから、で、閉じ閉まってるんで、ガミさんから多分プテイズ白になると思うけど、プテさんは白出せる。扉見たいですね。トータス何で押してんの？え？あ、アルマ転がしたのに。まあ畑迫は無理ですね、このタイプ。姉さんもできないですね。死人はなし。まあ神さんが違うと思うけど、ね、死人はある。アーカイブに本タスクはしてた。え、いつあれそうだっけ。ね、停電前、俺本タスクしてて、扉が全部閉まってて、アルマ見たかな、どっかで。俺本タスクしてて、本終わってで、停電になって、俺そのまま本タスクしてて、今シャワーメインで来てて、トータスと合流なんやけど、どっち行ったかは分かんない。うん、あ、でもアルマさん左にないって言ってたから、本タスクやったのは割とストーリー撮ってる。メインシャワーアーカイブの左側通って、証拠を右にメイヤーさんと行きましたけど、そこでは光ってないですよ、うん、下に。まあ、停電になってたから、でもアーカイブに入って停電になるぐらいだったからな。これ停電直したんで誰ですか？あ、じゃあアルマや。じゃあアルマが多分貨物で直してる。貨物で直してる。なるほど。え、ガミちゃんも伊豆さんも直してないんだね。僕、奈良子さんとすれ違った後、直そうとした瞬間も直ったっていう感じです、ね。あ、オッケーオッケー。じゃあ、奈良、ガミ、イズが左側にいるんで、そっちの方には関われないです。うんうんうん、で、トータスもね、メインから来たと思うから、貨物想定やったらトータスも無理っぽいかな、これから。プテさんは？僕はエレキで浮いてます。なんで貨物想定なの、これ。
証拠見よう。証拠見よう。証拠見よう。俺と畑迫が入る。あ、今いるんだ。で、目旗の来年版には俺が到着してる。目旗の美人街か、畑プテさんっぽくなるってことで、ね。ハイブリッドさん。でも、ガミさんが普通に人街だと思ってて、ガミさんってさっきのテープタスク行ったんですよね。はい。なんでさっきキッチンからエレキに行くタイミングで引き返してテープタスクやんないんですか。なんか僕から逃げた。名屋さんを、インポスターだと思って殺されると思って逃げたんです。初手のやつでインポスターと思ったってことですか。もうあるし、あと普通にキッチンから一緒に来たように見えたから、あ、殺されるかなって思っただけなんで。その論がちょっとよくわからないから、普通に人外かなって。だって席まで行って席でテープタスクせずに引き、キッチン席行って席から引き返してキッチンに行くって意味わかんないなっていう。今回ガミさんって切れる位置にいるの、はい、あ、全然今回は関係なくて、あの死人が出てない時の、はい、だいぶ初手の方の動きだと思います。さっきのキルで話してもいいし。あ、そうか、さっきのキルはガミさん。さっきのキルだったら、キッチン席間扉閉まったか、ハタスカ無理になりました。さっきのキル、うん、え、そうなの。ガミさん、ガミさんじゃないできるでしょ。ガミさんですよ。キッチン側にいたプテハシさんとイズさんっていう話じゃないですか、うん、が白になる。あ、怖い怖い怖い、はい、でドア閉まってるのは僕も見たので、イズさんも死にあるんですよね。停電は触ってない。あるあるある。イズさん、あ、じゃあできないです。高田さんが抜けてないので、イズプテが白ってことでいい。初手はい、うん、なんで俺に1票入ってんの。俺どっちのキルもできない人ですけど、なんで1票入ってんだろうな。ね、3秒以内ぐらいで畑さん死んでるわ。すみません、伊豆さんを、セキュでカメラ見てて、割と初動なんですけど貨物の覚え芸に入ってく伊豆さんを見てて、おー、いいね。いや、それは俺だと思うけど。え、伊豆さんってそんな大移動する？え、あー、でもごめんなさい、そっか、黄色だったかも。俺は貨物の覚え芸に入るときにカメラがついてたの。じゃあごめんなさい。あの今で、しかも貨物から診察に来る目屋さんが来たので、あ、目屋さんじゃねって思っただけで、すいません、取り下げます。あ、オッケー。じゃあ3秒以内に見てない。プテが、バイタルを見てるってこと？うん、目屋さんも見てんじゃね。いや、見てないよ、俺はバイタルは。あ、見てない。バイタル通ったけど、ケイプテがバイタルから来た。バイタルが目屋プテね。で、はい、他のみんなの位置教えて。メインエンジンに入ったところかな、俺。メインからエンジン入ったところ。うん、そうで、戸田さんはコミュエンジン館、コミュエンジン館がサントスさん。俺はエレキメインぐらいで言われちゃうかな。エレキメインで、ガミちゃんがカメラ。いや、最終は貨物。俺が、ボタンを押す前に宿舎前でエンジンルームに降りていく畑作を見ています。で、その後の3秒以内のキルなんで、畑作が死んでる位置はおそらくエンジンルームのルーラ編。おお、じゃあメイヤさんとガミさんに僕が白を打てるわ。ガミさんは確かに貨物行ってる。8秒前くらいね、アドミン 0.5 秒くらいだけ残ってて、その時はバイタルさんでした。だバイタル組はそれ関われないでいいと思う。で、多分その上、あ、まあいいや、俺ちょっと畑底くん切るの方怪しくなるかもしれないけど、今入ったばっかりやから、多分エンジンの左側とか、もしくは宿舎の方に残ってると思う。どうします？ガミちゃん人外目は高いけど、マッドメイトも高いと思っている。で、トータスハイブリが死人は取り下げてますよ。あと伊豆さんはキッチン脇でエレキ行ってるのは、ガミハイブリから出せます、うん、それは。あ、それは俺も見てると思う。セキュで、はい、あーってる。ガミさんマッドメ強いかな。ハイブリさんになるのかな。まあセリフに履かせますが、俺普通に、ごめんね、伊豆さんの方の死人でガミさんと一緒に湧いてて、伊豆ガミで移動してたから、俺は普通にガミさんが初手切るからも怪しいと思ってる。任せる、決めよう。私はどっちかっつったらハイブリさんにしたいけど、どっちかっつったらどっち、うん、はい。じゃあガミさんに入れるので、ガミさんまでなんとか釣り切れるか。2キルだけ気をつけて配置してほしい、うん、ガミちゃんに入れたのは誰？プリちゃんと。俺はハイブリさん。俺もハイブリさん。あ、ハイブリさん。じゃあ
わあら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 、そりゃ畑作の死人それあるよな、しまったシェルフいないんか、まあ、いいよさ、さ、え三刀さん何聞いてたんだ、え三刀さんって前の回じゃなかったっけ、そうだろ、え三刀さんって今回シェルフ使用しなかったっけ、してないと、いつ、えあれだっけシェリフなん、あ、ちゃうわ、前の回か、そうや、前の回やんね、あれ前の回か、え、でも今もなんかシェリフみたいな感じ、なんか今もシェリフみたいな顔してたけど、え、なんとなく選んでるだけじゃないの、あの人が、え、マジでしょ、あれ、おー、ナイス、おー、さすがに釣れたかな、よかったよかった、ちょ、釣れてんのか、釣れたなら俺は疑わないでいただきたい、コミュサボ直してます、略対左待機、タスクどうすか、終わってます、ているちょっと待ってね、あと3、あと2、まあ終わりそうな気配って感じ、1分半あれば敗戦の脇ぐらいですけど、不安なのは、まあさっきも話したけどガミちゃんまとめは高いかなと思っている、さっきの票の入り方を見ても、あー自動票だと思うよ。え、ガミさんマットの時って初手キルってどうなるんでしたっけ？そうなんだよね。初手キルガミさん容疑者だと思うんだよね。え、ハタガミがエレキにいて、初手キルハイブリさんの話、いや初手キルハイブリさんの話がそもそも出てないから普通にできるかできないから精査すらしてない。ああ、そっか。それも含めてハイブリさんから初手わかんない2キル目もありえる、最後のハタスコさんキルもありえるから私はハイブリさんを使用しました。はい。うん。ま。確かに落ちてそうなんで、そうね、まあ、タスクで行くしかないか、まあ、そうなるとダブルキルができるのってサントスさんが白っぽくなって、サントスさんシェルフだよね、シェルフじゃない、シェルフじゃない、ああシェルフじゃなかった、あれ俺めっちゃシェルフだと思い込んでた、シェルフだ、さっきのゲーム、さっきだから、いやだから俺なんでサントスさんに従うんやろって思ってたけど、ではサントスさん白いです、なぜなら、うん、あのケンシが落ちたシーンの時俺はサントスさんと真横にいたから、あーなるほど、あのインポスターなってたら嫌い、ハイフリさん辛いに指定しないと思うよ、多分私が人外だったら、うん、だからやっぱガミさんがトタスさんっぽく見えちゃうけどな、ガミさんマット、ああ、ね、でもマットな気するけど、うん、ガミさんマットで、まあ、じゃあガミさんにも言えるんですけど、あ、はい、まあ、ごめんなさい、マットは否定できてないんでいいです、だなんでこんなに疑われてるのかわからないですけど、ちなみに俺はマット否定されてます、さっき停電直して、そうね、遠くてトスができてるから、あと、はい、あの、はい、僕から一応ピタスさんに、あ、そうだ、トータスさん、伊豆さんが先に死んでたじゃないですか、あ、でその伊豆さん死んでた段階って明夜さんがまだ貨物からバイタル入ってくる段階で、僕がバイタルから貨物に行こうとしてるところ でしかもあのバイタルにいる僕の後ろからプテアスさん来てるんで、僕インポスターはないと思ってるんですよ、切れなくないですか、あー、まあ石油ぐらいか切れて、まあ、コミサボ直してくれたのが明夜くんで、俺がブリちゃん落としてるから、もうマッドイチガビちゃんしかいないよ、あのいたとしたら、いないんだったら、じゃあ死んで、じゃあ死んでます、よかったですね、明夜さんめちゃくちゃ時間あるわめちゃめちゃ現世でも疑われてんじゃねえかよ、シェリフで、サントスさんシェリフだと思ってたらめちゃめちゃめちゃ思ってたなんか、え、あ、じゃあ奈良子さん誰に任せてたんだって思ったら奈良子さんも勘違いしてた、ね、奈良子さんもサントスさんに任せてた、奈良子さんもシェリフに任せるけどって言ってたから、でその後サントスさんが喋り始めたから超シェリフ人がやったらおもろかったなうわー、ごっちゃになってたな、マジでみんな勘違いしてた、いやマジで勘違いしてたえ、終わった、ほよタスクが、高田さんなんか、高田さんこれよバイです、バイバイ、どんな気持ちで霊界の会話聞いてたいや何回かシェリフって言ってたよ、ケンシ、え、嘘、マジですか、霊界でね、霊界で、霊界でね、やばい、霊界で現世でも霊界でもサントスさんのことシェリフって、そうシェリフだと思ってたあ、なんでだろう、よかった、いやなんか僕もサントスさんシェリフだと思ってた、なんかシェリフ感がよかった唯一の白い地下あったもんだ、シェリフずらしやがって、当然のように進行してたからいや俺めちゃくちゃなんでだろうって思ってた大丈夫かなこれ本当にサントスさん人海だったら積んでて、いやそう積んでるからあったからね、よしじゃあ行きますかね、はい、よろしくお願いします。